方？あ、入れないのです。大きすぎますよ。わ、靴とかいろいろ入ってますね。もういらないものです。おむつも。あ、それもいらないです。どうしたんですか？ゴミを捨てようと思ったんです。あ、ゴミ捨てるのにこのダストシュートにね、入れちゃダメなの入ってる。全部も安ゴミやないですか？垃圾的分类方法。La manera de separar las basuras。では、燃やすゴミと燃やさないゴミに分けてみましょう。さ、燃やすゴミはどれでしょう？これと、あ、これも燃えるね。これも。これどうかな？さっきはトイレに運賃入れてから、それで袋の中に入れて、それで周りは燃える。二人が選んだものには燃やさないゴミも含まれています。正解は、燃やすゴミはこれだけなんですよ。燃やすゴミは生ゴミ、紙くず、紙おむつ、革製品、プラスチックなどです。可燃垃圾是指厨房垃圾、废纸、尿片、皮革制品和塑料制品等。Las basuras combustibles son residuos, papeles, pañal de papel, cueros, plásticos, etc. こっちからこっちまでどうなるの？燃やさないゴミはほとんどがリサイクルされるんです。雑誌、チラシ、その他の紙、新聞、紙パック、段ボールはそれぞれ紙資源の収集日に出してください。请将杂志、广告纸和其他的纸类、报纸、纸袋、纸板箱在分别之后、纸的资源日提出。Dejen las revistas, hojillas de papeles, periódicos, cartones en el día designado de recojo. ペットボトル、缶、瓶はラベルやキャップを剥がし、中を洗って指定の日に出してください。请将塑料瓶、罐头、玻璃瓶洗干净，取下瓶盖和贴纸，在指定日拿出。Las botellas, latas deben ser lavadas interiormente y quitarles las tapas, nombres y luego dejarlas en el día designado. 続いて、その他燃やさないゴミの出し方です。ガラスや割れ物、刃物は紙に包んで危険と書きます。用紙包好玻璃、碎玻璃、锐器、并请标明危险。Envuelvan los vidrios y cuchillos en papel y escriban peligroso, aún hay。カセットボンベやスプレーは穴を開けて、その他燃やさないゴミの日に出してください。煤气罐、喷雾器、请打洞、请在其他非可燃烧垃圾日提出。Los bombillos de gas portables se le hace unos agujeros y póngalos en la bolsa transparente y luego sáquenlos en el día de no combustibles. 30センチより大きいものは粗大ゴミ、有料収集になります。大于30公分的为大件垃圾需要收费。Más grande que 30 centímetros es la basura voluminosa y se necesita unos gastos para la recolección. ¡Mitoma! ¡Mitoma! ¡Tá-t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 á
外国の方にゴミの出し方説明してるんすよ。はは、えん、お手伝いしなきゃ。本当だな。これはいつ出したらいいですか？資源ゴミとペットボトルは水曜日の朝8時半までに出すんだけど、他のでしょ。第2週がその他不燃ゴミ、第3週が火、第4週その他、第5週が瓶。第
第1週なんですか？おお。第1週とは、1日が月曜日から土曜日の中にある週を言います。第1週是指1号在周一到周六之间的星期。La primera semana quiere decir la semana que empieza con el día primero, que es día sábado. それぞれの地域によって第何週の何曜日に何を収集するかが決まっていますので、家庭ゴミハンドブックか町別のゴミ収集カレンダーで確認してください。根据不同的地区，第几周的星期几收集什么都已经决定。请通过家庭垃圾手册中按地区分类的垃圾收集日进行确认。Por favor, confirmen el día de recolección de basura a través de la guía de basura del hogar o el calendario de la recolección de basura de cada área, porque se decide lo que se colecciona por cada área y en el día de la semana. Ah, こんないっぱいちょっと覚えられない。持っていってもいいですか？そうだね。じゃあ全部まとめて環境処理センター行こっか。お願いします。はい。はるみさん、燃えるゴミだけは捨てていこうね。はい。はい、じゃあレッツゴー。あー、水。生ゴミは水をよく切ってダストシュートに入れてください。でないと中がベトベトになって詰まってしまうんです。はいはい。はい。ということで、芦屋市の環境処理センターにゴミを持っていくことにしました。自行搬送的垃圾提到了芦屋市的环境中心。Hemos llevado la basura al centro de tratamiento ambiental. キロですね。1日1回10キロまでは無料です。10キロを超えますと100キロまでが900円。100キロを超えますと100キロごとに900円かかります。持ってきたのにどうしてお金取るの？基本的にはゴミの収集日に出してもらうのがルールなんです。でも10キロまででしたら無料で行けますのでよろしくお願いします。持ち込みゴミは12月28日以降大変混雑しますので、それより早めにお持ちください。12月28号以后，自行搬送垃圾者将增多，将造成拥挤混乱，请尽量提早搬送。El centro estará lleno después del 28 de diciembre. Por favor, lleven la basura lo más pronto posible. 受付時間を短縮するため、持ち込みゴミは燃やすゴミと燃やさないゴミに分けてお越しください。这一段期间受理垃圾的时间将变短，请把垃圾分类处理好后再提取。Para facilitar el trabajo en el centro de tratamiento ambiental, hay que separar la basura anteriormente a basuras combustibles y basuras no combustibles anteriormente. これで一安心ですね、ネットマン。そうだね。うちもお掃除しよっか。はい、どん、タンスの下は拭いといてね。はい。よくわかりました。わかった。難しいだけど。難しいね。あの靴。捨てると思う。もう安ゴミですね。死ななかった。改めて勉強になった。私も勉強になりました。ね、